大会関係者によりますと IOC のバッハ会長は24日に開催される東京パラリンピックの開会式に出席するために前日の23日に再び来日する方向で調整が進められているということですパラリンピックの開会式には IOC の会長が招待されることが慣例となっていますバッハ会長は東京オリンピックのために先月8日来日し およそ1ヶ月間の滞在中に開会式や閉会式、各競技の表彰式に出席したほか、被爆地の広島市を訪問しました今月9日の帰国前には、IOC が関係するイベントに出席するため、東京銀座を訪れていました